JR 貨物 49A 型コンテナは日本貨物鉄道が2015年より運用している31フィートウィングコンテナ。形式の数字 V49 はコンテナの溶石をもとに決定される。このコンテナ溶石49立方メートルの算出は厳密には波数死射誤入計算のために 内容積48.5立方メートルマイナス49.4立方メートルの間に属するコンテナが対象となる。また、形式末尾のアルファベット一桁 VA は、コンテナの使用用途が、普通品の輸送を表す記号として付与されている。私有コンテナである U49A 型のうち、38000番台は、基本的に同一使用である。JR 貨物では、 2012年及び2013年に 48A 型を60個製造し31フィートウィングコンテナを運用していたがその後もトラックから鉄道へのモーダルシフトを促進するために31フィートウィングコンテナが増備されることになったこの増備に際して 48A 型から内寸の高さを上げて内容積を拡大する改良を施したのが本形式である 全高が高い配給部コンテナのため、低床である、国企百系列貨車専用となっている。2015年に40個、2016年に40個が製造されている。なお、2015年製造分は、一般社団法人低炭素社会、創出促進協会から、鉄道を利用した物流の低炭素化促進事業の補助金交付を受けている。2016年製造分は、 一般財団法人環境有料者普及機構からモーダルシフトの促進等による低炭素型物流システム構築事業の補助金交付を受けている。片つまめ及び両側面に2 0 0扉を設けた味方開き。側面扉は側板と天井の一部を組み合わせた構造で跳ね上げて開閉するウィング式である。前日の通り 48A 型を改良し、 内寸の高さと内容積が拡大されている。外乗り寸法は、長さ 9410mm、幅 2490mm、高さ 3715mm。内方寸法は、長さ 9240mm、幅 2350mm、高さ 2237mm、内容積は48.8立方メートル。 最大積載重量は13.8トンである。形状は私有コンテナとして多くの業者で使用されている U48A 型などと同一であり、全周にわたって縦にリブがある。塗装は青22号を基調とし、各面の上部に白い帯がある。白抜きで側面及びつま面の右上に JR マーク、その下に JR 貨物の文字が入れられている。 塗装外観は 48A 型2013年製造分と、似るものの、側面の JR マークと、JR 貨物の表記位置が 48A 型2012年製造分と、同じ、古希マ万積載禁止等の側面の注意表記が、省略されている点が異なる。ありがとうございます。